タモギタケは、ヒラタケかヒラタケ属のキノコ。鮮やかな黄色の傘が特徴。ニレの倒木などに生える。短式は密集して成長し、滑らかで乾燥している。傘は2センチメートルから6センチメートル程度で、色は明るい黄色から、高褐色。肉は、薄く白い。味はまろやかで強い香りはない。柄は、円柱状で、表面色は白く、しばしば曲がっており。

ヒだは白く、間隔が狭くしで生する。胞子は、円柱状か楕円状で、平滑であり、透明であり、澱粉質で、大きさは、バツマイクロメートルである。他の平ケ類と、同じく、木材腐朽菌である。野生下では、ニレの木に発生することが多い。胞子は、大きば薄ばこみ切りなどに広げられる。ロシア東部、中国北部、日本などに自生する。北海道では、 一般的だが、本州以南では、発生量が少ない。これは、タモギタケが発生する樹種の分布域が北方よりである、ことによる。また、本州では、ニレ属よりも土地の木の枯れ木や倒木に発生する。タモギタケの学名は、プラロータスコーニコーピーバリエーション、シトライノプイレイトスのほか、シノニムにプラロータスシトライノプイレイトスなどが存在し、 いずれもシュトライノプイレイトスの語句が使われている。タモギタケとプラロータスコーニコーピーは非常に類似しており、研究者によってはタモギタケをプラロータスコーニコーピーの変種と考えている。学名のうちプラロータスコーニコーピーバリエーション、シュトライノプイレイトスではプラロータスコーニコーピーの変種として扱っている。栽培されたタモギタケ、ドイツ、ヘッセン州フランクフルトヘイヒスト日本では、 北海道では一般的な食用キノコとして知名度があるが、本州以南では馴染みが薄い、近年では栽培品が本州のスーパーでも出回ることがある。鍋物や味噌汁炒め物の具として用いる。特に汁物の具にすると良い出汁が出て美味である。野生のものは紛らわしい毒キノコが存在しないので、キノコ狩りの対象として人気がある。中国や台湾の中南部でも産後、 と称してて栽培されている。中国での別名には、金鳥、二歴、玉光などが、台湾での別名には、玉兵衛がある。中国や台湾では炒め物にすることが多いが、スープや鍋物の具にもされる。台湾では、エリンギの塩焼きを主力商品とする、夜店の屋台で、塩焼きや天ぷらにして併売することも多い。ロシア極東では、イーアイムアキと呼ばれており、食用紙として、 人気な種の一つである。たもぎタケは広く栽培されており、原木栽培も可能であるが通常、製粉くず、米ぬか、わら、おがくずなどの培地で栽培される。平竹族は最も栽培の一般的な種であり、とりわけ中国では、栽培の簡易性と 100g の培地から 50g から 70g のキノコが取れ、タンパク質を多く含むなどの理由で多く栽培される。日本では、 東北地方や北海道の南ポロ町、愛別町、ワッサム町などで生産されている。台湾では中西部の消化県、南投げ県などで生産されている。タモギタケは成分的には老化防止剤の元になる。タモギタケのエキス剤は血糖低下効果から研究されており、高血糖のラットで血糖値を減少させている。 脂肪減少薬品の原料としても研究されており、タモギタケと関連するヒラタケ類はコレステロール低下物質のロバスタジンを含むことが判明している。その他にも血圧上昇抑制作用や抗腫瘍作用などがあるとされる。ありがとうございます。